皆さんこんにちは、シュートです。今日はですね、タイトルにもあるんですけれども、第1回マルタのバスと人間はどっちが早く目的地にたどり着けるのか選手権よ。いや、かれこれですね、まあ1ヶ月ぐらいですか、マルタに来ましたけれども、マルタでね、まあ日常的にバスっていうものを使ってるんですよ。まあただですね、このバスっていうのが、まあ、本当に気まぐれで、まあ一応時刻表はあるんですよ。時刻表はあるんですけど、早く来る時もあれば遅く来る時もあって、例えばじゃあ9時、今9時ですよ。9時のバスに乗ろうと思ったら、だいたいね、8時50分ぐらいからスタンバっといて、もしかしたら5分前に来るかもしれないからバス停に行って、まあけど、結局来なくて10分後のバスに乗るみたいな。結局トータルで2、30分待たなきゃいけないみたいな、そういうシーンがたくさんあるんですよ。でね、本当に思いました。めちゃめちゃ時間を無駄にしてるって。これもしかしたら人間の足の方が早くたどり着くんじゃないのか。というところで、今日はこんな検証をしてみたいということでですね、豪華なゲストの方にお越しいただきました。日本体育大学のですね、長距離の、キャプテンをしておりまして、高校の時代にはですね、3000メートル障害という種目でインターハイにも出ておりました。リッキーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。本当に。ありがとうございます。いや、もう本当にね、この格好見てくださいよ。もう完全にですね、どっちが走ってどっちがバスなのか分かると思いますけれどもね、もちろん僕が走るんですよ。違いますよ。はい、ということでね。そういうことで今日はですね、リッキーさんにですね、まあ来ていただいて、ここ、スリーシティーズから、バルータベイっていうですね、マルタで、まあマルタ市街で唯一のビーチ的なところにですね、行きたいと思います。はい。だいたい道のりにして約10キロほど。そうですね。あるということで、はい。だいたい10キロどのくらいで走るんですか？まあ、当時だったら30分ぐらいで走れたんですけど、今は多分50分ぐらいですかね。いや、でもそれでもやばい。10キロ50分ですよ、皆さん。どういうペースなのかっていう話です。まあもちろんね、事前にコースとか打ち合わせして、まあいい感じの勝負になるんじゃないのかなというふうに思っておりますので、はい、ぜひですね、皆さんどっちが勝つのかお楽しみにしてください。はい、ね、負けないように頑張ります。頑張りましょう。はい、まあ頑張りましょうって僕が何を頑張るのかよくわかりませんが。乗ってるだけですから。まあ、ということでね、まあこれ以上熱くなってきてもあれなので、早速スタートしていきたいと思います。はいはい、それでは早速行きましょう。ゴー！さてね、始まりましたよ。僕はここからバスで、向かいたいんですけど、この3シティーズからそのスリーマの方とかセントジュリアンの方に1本で行くバスっていうのが基本的にないので、まあ、バレッタでね、1回乗り換えをしないといけません。で、バレッタに向かうバスをちょっと今からバス停探して、まあ、それがまあね、何時に来るのかとかも分かんないので、ちょっと今からね、時刻表を見に行きたいと思います。こちら、リッキーチームです。今1キロですね。5分ぐらいで大体通過しました。まあ作戦としては最初2キロから3キロぐらい、今のキロ5キロぐらいのペースで走って、まあアップ的な感じでですね、体を温めて残りをねペースアップしていけたらなと思っております。まあなんせ坂が多いので下り坂でうまくタイム稼ぎたいですね。では走っていきます。さて、近くのバス停にやってきました。果たして何分のバスがあるのかちょっと見てみたいと思います。今が9時50分なので、9時57分のバスがありました。だから9時57分のバスにが、まあ、ちゃんと時間通り来れば、出発スタートしてから10分15分遅れぐらいで、僕もバレッタに向かってまずはスタートできるっていう感じになりそうです。で、バスの方がちょっと徒歩とか走りのルートよりも大回りするんで、どこで追い抜かすのかとかもね、結構大事なんですけど、バレッタまでで追い抜かせなかったら、結構逆に絶望的なんですよね。バレッタでどのくらい待つかもわかんないし、バレッタでまずどのバスに乗ればいいのかとか調べなきゃいけないので、このまずね、7分でバスが来てくれることを願ってます。いつこれ見てバレッタ？いや。さあ、ということで、別にバスには乗れたんですけれども。時間はね、だいたい2、3分遅れぐらいでバスが来ました。まあ、2、3分遅れなので、全然許容範囲かなという感じですけど。したら、リッキーさんがスタートしてからは、もうかなりこれ15分くらい経つと思うので、ここでどれだけ巻き返せるか、このバスに乗ってる間に、リッキーさんが道を走ってるのを撮影したい。そうすれば、まだ勝機はあるんじゃないかって思っている。そして、バレッタでどのくらい乗り継ぎがうまくいくのか、ここに全てかかってます。今2キロでーす。
今大通りに出たんですけど、まだバスには抜かされてないので、多分僕が優勢なんじゃないかなって思ってます。ちょっと今止まったんですけど、一応町紹介としてね、東芝。マルタはこういった結構日本の企業さんの文字を目にすることが多いです。まあ、車とかもトヨタとか、ホンダとかよく見ますね。それだけです。はい、こちら。4.3 キロ経過しました。ちょっときつくなってきましたね。まあだんだん気温も高くなってきて、バスも目につくようになってきたんで、どのバスにシュートさん乗ってるかわからないんですけど、とにかく早く走るのみですね。それでは。信じられないぐらい渋滞してます。マルタってあんまり基本渋滞しないんですよ。マルタってそんなにたくさん信号がないので車が止まることがあんまりないんですよ。だから、まあ、そもそもね、自然渋滞ってことは発生しないんですけど、事故とかだとめちゃめちゃ渋滞するんですよね、道が狭いから。けどね、なんで渋滞してるのかわかんないけど、この渋滞はめっちゃくちゃ痛い。こんなことしてる場合じゃない、本当に。でもなかなかね、あんまりないんだけどね。さあ、バレッタに着きました。ここでバスを乗り換えなきゃいけないんで、バスを探すんですけど、今日なんかわかんないけど、めちゃめちゃ人多いっすね。ということで、今から、バルータベイに向かうバスが何番のバスなのかっていうのを聞きに行って、そこのバス停を見つけたいと思います。さあ、着いたんだが、待ってくれ、信じられないぐらい並んでいる。観光案内所が信じられないぐらい並んでいる。こんなことに時間を使ってる場合ではない。なぜだ、あ、マップある、マップある。マップがあって、今バレッタ、ヒュアヒュアで、バレッタベイってどこ？あ、これか。あったあったあった。ここね。見にくい。何これ、全然わからんねんけど。13、14、15、16、200。これ間違ったらマジで終わり積むんだけど。13、14、15、16だ、とりあえずね。で、その裏にはこんな感じで、どこ何番から何時何分が出発するかっていうのが載ってます。10時33分で、13が、35分 A の13、これだ、これに乗らないとやばい。 A の13、これまたね、乗り過ごすとややこいからね。でもこういう風にバレッタはマルタの全てのバスの出発、まあ全てじゃないんだけど、もう多分9割ぐらいのバスの出発がバレッタなので、ここに来れば基本的にバスに乗れます。あ、 13A の13、10時35分でしょ。出発してからだいたいもう40分ぐらい経っちゃうんですよ。で、10キロ、40、50分で走れるって言ってたじゃないですか。だから僕こっから10分ぐらいで着かないと勝てないっぽい。渋滞がな、途中の。どうしよう。チートするんだったらタクシー使うけど、チートしたくないよな、ゲスト来てるのに。ゲスト来てチートしてたら本当に最低だもんな。いやー、でもチートして。はい、今6キロでーす。タイムはね、30分なんで、まあ大体予定通りのペースが来てて、ここ僕の好きな人、この一つなんですけど、じゃじゃん、見えるかな？ボートがたくさんあるんですね。どっちかって言ったら、多分個人でボートを所有している方が、ここに止めてる感じだと思います。で、ここからあと少しなんですけど、僕の知ってるルートなので、スピード上げて、勝っていきます。ただいまこちら7キロ通過いたしました。あとね、ちょっとで、このすごい坂を登って、ラストスパート。お、ドアが開きます。あとはこのバスで、バレッタベイで降りるだけなので、第4コーナーも回ってラスト直線っていう感じです。10分でついてくれれば僕にも勝ち目があるって感じ。はい、あとね、もう 500m ぐらいで今ゴール見えてるんですけど、海なんですよ。さあ、勝ったんじゃないの？おお、いるー。もうかなり待ちました。めちゃめちゃいるじゃないですか。え、待ちくたびれたんで帰ろうかなって思うぐらい待ってました。え、いつ着いてますか？40分ぐらいもう待ってますね。40分。はい、一応ですね、目的地のバルータベゴールいたしました。だいたい時間はこれぐらいです。見えるかな、まあ、4分58秒がねアベレージペースってことで、目標通り、まあ、目標よりも距離が短かったんでよかったんですけど、まあ、あとはシュートさんがいないか探すとこですね。見た感じいませんね。多分まだバス来てないんだと思います。はい、ということで今回の勝者は走り代表リッキーさんでした。
おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもう圧倒的な差をつけられてのですね、敗北なんですけれども、はいはい、勝因はどんなところですか？勝因、いや、僕はただ走っただけなんですけど、なんかまあ途中坂があったり、なんかバスが追い越されるたびに、あれ、修造さん乗ってるんじゃないかなっていうのはあったんですけど、まあでも、マルタのバスはちょっと、いい意味です。自分が勝てると期待していたので、まあ予想通りの結果ですね、これは。俺もですよ、Google マップ50分のところが1時間以上かかってるんですからね。それはもう当てらんないですね。当てらんない。だから皆さん、本当にもう、あの、急ぎの用事、オンタイムに着きたい用事があったらですね、走ってください。はい、で今回ですね、マルタのバスを紹介したんですけれども、なんと10月1日から、マルタのバス、はい、このタリンジャカードっていう、まあ、バスカードみたいなのがあるんですけど、ね、留学とか、現地に住んでるとか、あの、パーソナライズのカードが作れる人は、なんと、無料で乗れるということで。はい、最高です。今回実は僕もバス全部無料でした。そうですね。よかったね。そう、よかった。遅いんですけど。そう、遅いんですけどね。まあ、なので、例えば3ヶ月以上の留学とかで、マルタの ID カード作れたとかは、このカード作れるので、ぜひね、作ってみて、あの、マルタのこのね、交通費節約してみてほしいなというふうに思います。はい。ぜひね、あの、概要欄の方にタリンジャカードのリンク貼っておくので、あの、作りたい方はそこから作ってみてください。はい。ということで、今日はですね、本当に暑い中でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまた遊びに来てほしいなというふうに思います、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。さよなら、バイバイ。